こんにちは。今日はですね、こちらを開けていきたいと思います。鬼滅の奏無限列車編ユーミリザーですね。飾れるアクリルちゃん、ちょっと前に届いたんですけど、ちょっと開ける時間がなくて、ちょっと収納したとこわからなくなってね、やっと見つけました。1、2、3、4、5、確か当時はみずこちゃん、いのすけ善逸で煉獄さんの5人だったと思うんですよ。ってことでちょっと開けていきたいと思います。早速そこでワンワンワンちゃんが泣いてますね。とかさあ、いいかな、いいかな。お、いのすけ、分かれてる。あ、こうさせるんですね。あ、このタイプすごいいいですね。ワン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 しますね。のすけ、このやっぱりね、素顔のシリーズかわいいですね。いいんですかね。あ、くついちゃう。ワン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 聞こえてますか。私だけですかね、ワンワン聞こえてるの。次、もういいんだ。やった、なんちゅろう。この中のね、台座も出していきましょう。あ、もう変に切っちゃった。ここに見えますかね。ちょうどこうやって向き合ってます。出ないんですよね。切ってて、カップに対して、バン。あ、伊之助、伊之助、ジーツ、伊之助と目があったんで、間違いございました。似てますよ。ちょっとね、お前で分かれてるかもしれない。先日のお君とちょっと前で似てます。えらい重いんですよ。こっち向いてる。煉獄さん。全員揃うパターンですか。見えるかな。ねずこちゃん、ねずこちゃんなのかな。これドキドキしてきました。ねずこちゃんに会ってほしい。ねずこちゃん、大丈夫だろう。怖い。大丈夫だ。ねずこちゃん、とかじゃないんでしょ、別に。せっかくなんで兄弟とかんぼことかんぼかよいしょ、こんな感じですね。しっかりしてますよね。で、このデザインがね、可愛いですよね。ということで、5人全員集まりました。やった。じゃあまた靴届いたら開けていきたいと思いますので、ではでは。
Bye-bye.